通りべこラボ来たー。というわけでどうも、ハクープミです。今回は初心者講座として、プニプニでのリセマラの基本を細かく解説していきたいと思います。まずはこのようにリセマラに必要なアカウントの枠を一つ作りましょう。そうしたら自分のアイコンと名前を設定します。ここで大事なのは、アイコンはいつでも変えられますが、名前は一生変更できないということです。私みたいにここで適当な名前にすると後々後悔するので慎重に考えて名前を設定することをお勧めします。ここに来たらまずはウィスパーの指示の通りステージを進めましょう。本ウィスパーの話はプニプニの基礎が分かっているのであれば聞く必要はないです。するとステージが始まるときにこの画面が出てくると思いますが、プニプニの基礎が分かっているのであればいいえをした方が効率よくリセマラをできますが、これが全ステージ強風というわけではないのでしっかり覚えといてください。あとはこのように適当にでかくに作っとけば終わるので、ここに時間をかけずにどんどんステージを進めていきましょう。問題はこのステージ3です。ここではウィスパーがティーバーの説明をしてくれるのですが、ここでの選択ははいを押した方がかなり時間短縮ができます。そしたらこのようにマジで早くティーバーに入れるので、できればこのティーバー内で倒しきりましょう。続いては一旦リセマラ終了目安について話していきたいと思います。まずはこれからエンジョイデートしてやりたい方は、ミューデッドランクのマイキーがトリプルデータのキクユさんが出るまでリセマラするのをお勧めします。マイキーはやはり最高ランクということで取っといた方がよく、キクユさんはこれからますます貴重になる速射スキルを持っていたり、火力を出せるスーパーフィーバー技を持っていたり、汎用性が高い強いキャラとなっているため、この二人のどちらかが出るまでリセマラすることをお勧めします。お次はこれからガチでプニプニをやりたいという方向けて話していきます。リセマラ終了目安はキクユさんとマイキーが出るまでをお勧めします。先ほども話した通り、この二人は今後持っておいて損はないため、この二人が出るまでリセマラすることをお勧めします。ここからはさらに中級者や上級者向けでも解説したいと思います。まず大体の方がやっている本赤をお助けするためにリセマラする時の終了目安は、この大特攻二人と中特攻二人のそれぞれ一体ずつか大特攻二人までリセマラすることをお勧めします。続いては今開催されている画社とは別でリセマラした方が良い画社があるので解説していきたいと思います。それはイベントの後半に開催される復刻画社です。この画社でもししば大樹が復刻したらこのキャラが出るまでリセマラするのをおすすめします。このキャラは技が太陽消しで生きるに速射を持っているため、先ほどのキッチリさんと同じようにこれからも使えるキャラとなっています。そのためもし復刻画社が開催されたら最優先でしば大樹を狙いましょう。続いてここでもウィスパーから必殺技の説明があると思いますが、選択するときには用をしましょう。そしてウィスパーの説明通りにプニをつなぐと、このように素早く技を打つことができます。この方法でリセマラをした方がかなり効率が良くなるのでおすすめです。するとここで S ランクの三ツ矢さんがもらえると思います。この三ツ矢さんは現在編成している D ランクよりは火力が高いので、編成することで早くステージをクリアできるので編成しておきましょう。そしてついに来ましたリセマラ最後のステージ。ここでは先ほど話した三ツ矢さんを中心には座を貯めて打っていきましょう。ということでここでほとんどのリセマラ過程が終了しました。ってことでここからは最後のリセマラの注意点について話していきます。問題はこの5つ星コインです。このコインの中身は S ランクまでしか入っていないコインのため、ほぼプニプニ人生に必要ないですが、ここで引き直すという画面があります。しかしこの中身は今言った通り全員弱いため引き直す必要はありません。そうしてこの弱いキャラを受け取り終わったら、リセマラ完了です。これで約10分程度、結構時間はかかりますが、その代償が大きいと思います。ここまで来たら画社を引いていきましょう。ここがリセマラで一番の醍醐味ですよね。ということで引いていきます。ということで結果はバッチで終わってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみにちょっと今はまだ動画は出せないですが、夜の8時までにはお助け企画の動画も出すので、コメントのリンクから簡単に応募できるので、ぜひ応募してみてください。もし参考になったならチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。
ちなみにここで他のキャラが出てくれれば終わりにします。